急激な物価高が生じているこの時点で納税者に還元するという還元のあり方がいいだろうということで、やるならば所得税、しかも定額減税がふさわしかろうと。皆さんこんにちは。ご紹介いただきました公明党代表の山口那津男でございます。ただこれ議員のレベルでそういう心構えを作って準備をするということで、中間評価そのまま一生いっぱいだと解散にはつながらないということでしたけれども、昨日で言いますと急激な物価高が生じているこの時点で納税者に還元するという還元のあり方がいいだろうということで、やるならば所得税、しかも定額減税がふさわしかろうと。それをやるからにはやっぱり物価高に対応できる水準とか、希望を持てる水準とかということを考えていかなければならないと思ってます。かつてもいつでしたかね、もうだいぶ前になりますけれども、定額減税が議論された時は2万円という水準で議論してた時がありましたね。それではちょっと心細いんではないかと感じております。与党の側はあくまで受け身でありますから、いつやるだろうとかね、これはやらないだろうとかって予測を立てても仕方がありません。やはり、判断権を持っている首相がどういつ判断をするかということですが、その時に、準備が整っていませんなんて言ってもね、話にならないわけですね。ですからここはやはり折り返し点を過ぎれば、私は常在戦場というのはこの任期半分を過ぎるまではね、使いませんでした。この夏場までは使いませんでした。いよいよこの10月末を控えて、そういう心構えを議員に促しているということであります。